盤の中のものを机の上に出せ。ん？貴様、今何か言ったか？ここまで送っていただいてありがとうございました。はい、私もこれでやっと普通の娘に戻れるわ。でも私はやっぱりただの村の娘です。お城での生活は性に合わないわ。貴様もこの村で暮らしましょう。私がパンの焼き方を教えてあげる。その言葉忘れないで。その時までに私、お姫様より素敵な女性になってますから。わかりました。いってらっしゃい貴様。私ずっと待ってますからね。それからこれはお守りです。
話してしまいましたか。私今日お弁当作ってきたんです。食べてもらえないかなと思って。よかった、和風のお弁当ですから。お口に合うかどうかわからないんですけれど。それでは皆さん、集合時間まで自由です。お弁当も各自好きな時に食べていいですからね。よろしかったらお昼をご一緒しませんか。二人だけだと何かおかしいですか。あ、そうですよね。みんなの前で二人だけでお弁当を食べていたら恥ずかしいですよね。皆さん、そろそろ時間です。集まってください。ではバスに乗りましょう。おはよう。ずいぶん早
さあ、みんなの大好きな試験よ。覚悟はいいかしら？それじゃあチャイムが鳴ったら始めてください。クッキーをお開けしますから、がっかりしないでください。
ですけれど、見ているだけで十分なんです。ごめんなさい。高野菜すごく盛り上がってるね。あちこちでダンスに誘われて困るから、ちょっと向こうに行ってたんだ。僕はそういうの苦手なんだけど。すごく上手にできたので味見してほしいなって。
よかった。食べ過ぎてお腹を壊さないでくださいね。
と熱があるみたいね。ここで休んでいったら？先生が優しく看病してあげる。ダメよ。あ、こんばんは。南野ですけど、ねえ、これから除夜の鐘つきに行ってみない？子供の頃から大好きなんだ。ドキドキするな。明けましておめでとう。楽しかったよ。そろそろ家に帰んなきゃね。じゃあまたね。